ぱなし。これがラジオフェーブだ。私マイクしてましたね。あ、マスクしてましたね、うん、ちょっと外しますね顔見てびっくりした顔見て気づきました。裏切られた気分なんかいろいろ私あのいろいろあれでしたね。あのあ、はい、それでは、トリコヤズエーム煮え切らない木曜日、投げっぱなし、これがウェーブだー、始まります。今週は私と宮崎さんと2人でお届けします。ガミさんがもうてんてこまいだっていう言ってましたよね。そうだね、もうなんだかあの本当に私はできないんだよって言って、忙しいんだよ私はって言ってましたね。はい、で、まあ、いつもなんですけれども、ただいま、コロナ禍で放送中ということで、スタジオにはトレイルフレッシュ、これすごいんですけどね、あのイオンとオゾンがのパワーで脱臭除菌というあの徹底した対策のもと放送しております。ここのねパネルもねちゃんとありますのでね、これで、放送していこうと思います。ありがとうございます。先週はあれでしたね、あの野崎があリモートのリモートでした ね、そうなんかくつろぎながらやってましたよね、危険だな今日はまあ明日がいよいよ試合ということで、はい、気合を聞かせるためにもスタジオで、うん、と思って私たちが名乗りを上げたんですけど、はい、まず早速明日の連戦の日程を伝えますかね、時間等を、はい、カードいきますと言って、保存ボックスを開きますからね、今情報が間違ってたらダメなんで、そうだね、はい、いよいよ明日でございます、はい、明日金曜日、新木場ファーストリングで会場が18時半、開始が19時、夏フェスタ21前というタイトル通り、ウェーブの夏恒例のお祭りでございます。これがですね、カードがもう出ておりまして、ドコミカルウェーブ、旧姓広田レジーナさくら対ハイビスカスミー、スクランブルウェーブ、大岡由美&サキ対米山香織&ヤコで、チャレンジウェーブ、これはですね、これ何て読むんでしたっけ、いつも、強波、強波第4、第4強殺、強殺、塚田雫の、あの、4番勝負が始まっておりまして、この日は野崎渚とシングルマッチです。はい、そして、幸せなパンケーキウェーブ、宮崎ゆき対渡辺智子対ヤッピーの3ウェイマッチ。こちら全4試合、明日です。そして、翌日7日土曜日、同じく新木場ファーストリングで、18時ですよ、これは30分早くなってます、うん、開始が18時半、で夏フェスタ21号、こちらもミラクルウェーブ、旧姓広田レジーナさくら対宮崎ゆきシングルマッチで、ワイシャツウェーブ、これ出ましたね、毎年夏恒例の、うん、野崎渚&さき対笹村あやめ&やこがワイシャツなんですね、はい、そして、塚田雫の4番勝負のラスト、大岡由美対塚田雫となっております。そしてご機嫌3ウェーブ、渡辺智子対米山香織対ハイビスカス2の3ウェイマッチの全4試合になります、はい、これがですね、この明日からの2日間で行われます。これ私あのリリースにも載せたんですけども、うん、あのまあ8月の22日がすごい大一番じゃないですか、うん、みんなにとっても私にとっても、私あのレジーナをかけて野崎渚とシングルマッチが決まってるんですけども、そのねあの大事な大会のまあ一番近い大会っていうんですかね、
どうしました抜け毛問題聞いてるよ。間違えちゃった。これ熱くなる。ちょっと聞いちゃう感じでした、ね、今ちょっと毛抜けちゃってごめん、ね、すみません、うん、大丈夫です。毛抜けるのは悪くないです意気込みを、うん、私、うん、それであの一番ね近い日にちでこんなねコミカルのことやっていいのかちょっと自問自答もあったんですよ。普通はね、いやそんなやらないから。そうですよね、うん、あのちょっとまあなんですかね、よくタイトルマッチ前にあるのが前哨戦っぽい、そうそう、こうシングルだったらタッグで当たるぞ、そうそうみたいなね、そういうのがあるじゃないですかね、うん、ある。それもでもいいあれかなと思ったんですけど、あの全然あのコミカル畑で、みーちゃんと宮崎さんと当たるっていうのもまあ意味がありまして、うん、まあ、野崎とタイトルマッチやるにあたり、こう自分をねよりグレードアップするためには、こう今までこうやってきた畑で、コミカルという畑で同じく、もう優しくないじゃないですかコミカル畑で何かを成し遂げようというのは、うんうん、でその厳しい畑でずっとやってきた信頼を受ける選手宮崎さんとハイビスカス、そことシングルマッチを当たることで、こう22日お対戦する私がさらにこうアップグレードするんじゃないかという確信を持ちましたので、ここであえてシングルをやるというね。これ嬉しかったよ。あ、本当ですか。うん。ありがとうございます。ぜひね。そう、そこで22日への。ね、そうですね。はい。はい。あ、そうなんですよ。ハッシュタグ投げっぱで、質問とかも募集しておりますので、はい、なんかね答えにくいこともここだったらね、ちょっとガミさん見てるってよガミさん見てるんですよ ね、 ね、なんだ忙しいって言ってるのに、なんかちゃんとなんか見ちゃって、耳やだってね、まあ、ラジオ感ね、はい、じゃあガミさんにね、なんか怒られない程度に、そうだね、はい、答えましょうかねアーカイブにもね残っちゃいますからね。そうそうそう、だから私あのアーカイブ潰しって言われている、なんかダメなこと言うよ急にね、あのぶち込んじゃったりするんで、ね、うん、残せないこと、だから今日は本当に細心の注意を払って、一言一言責任を持って、そうだね、はい、ちゃんと考えて、やろうと思いますあ、続々とあのコメント一回ちょっと読みますかね。読む？コメント。でももうあと3分ぐらい。あ、本当ですか。じゃあどしどし、いただいたらちゃんとあの読みますので、もうちょっとね溜まったらね、そうです、読みましょう。なんかカードのあれ言う、あのワイシャツ。あ、2日目の。そうそう、やっぱワイシャツ。やっぱワイシャツか、ね、浴衣マッチだよね。なあ、そうですね。今度はワイシャツだけど。はいはい。浴衣、あ、そうですね。浴衣、あ、え、去年やりましたっけ。やってたと思う。大岡、野崎はやってたと思う。あ、野崎、あと誰忘れちゃったな。なんか自分水波がやったって言う。あ、分かる分かる。水波大畑が、うん、あの浴衣マッチの常連っていうイメージがうん、うん、あるんですよね。そうで、だから2日目のワイシャツウェーブはやっぱまあ野崎ですよね、うん、でさきちゃんも分かりますよね、うん、やめちゃんも、やこはどうなんですかね、何で入ったんだろう、あれ、なんですかね、神さん間違えてんじゃん、カード間違えちゃったんですか ね、 そうだね、やっぱりあのあれでしょ、あのピタッとしたワイシャツじゃなくて、はい、ほら彼の家で、あ、ちょっとね、っと男のサイズっていう、それを着て、そういうのがいいんでしょ、ちょっとあの、うん、だからこうなんか指先だけ出てる的なみたいですよ ね、 そうね、こうちょっとあのちょっと解禁っぽくなっちゃったりとかっていうのとかがもうたまらんのですよ、きっと、それ、うん、でヤコっていうのいや別にあのヤコはあのヤコがっていうことではなくて、ヤコ、うん、がってことなんですかね9分です。あ、9分。
ね、まあ、そろそろ曲いきますかね。そうだね、ちょっと気を取り直して濁そうそうですね。それでは、聞いていただきましょう、キリさんの Life is Like、 どうぞ。キリさんのライフイズライクでした。ありがとうございました。ね、ヤコのワイシャツ問題あり、あり。あの、なんで笑ってるかっていうとですね、あの曲流れたじゃないですか。曲を、まあ、あの私と宮崎さんのいいタイミングであのフェードアウトするので合図くださいってスタッフさん言ってくれてたので、どんな合図がいいですかねって言って、分かりやすくこうやってウィンクしてそしたらフェードアウトしてスタジオに戻して、別にさマイクも入ってないんだからお願いしますって言えばいいじゃんね。ウィンわざわざやめてよ。なかなかないですよね、なんかウィンクなかなかないですよね、うん、日本人の習性というか習慣で、うん、うちの、キノとメグは特にキノなんですけど、あの投げキッスが結構習慣で別れる時とか、うん、一連の儀式前ありましたよね、ギュギュで、こっちの窓でギュ、こっちでもギュで、あのハイタッチハイタッチ、うん、いい子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 っていうのを一回ずつこうやるっていうのに、そうなの、あの片っぽのドアっていうの、まあ、うん、今はないけど、なんだっけ、ベビーチェアみたいな、あ、チャイルドシート、あ、そう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 、あの車でよくあの宮崎さん送ってバイバイっていう時に、そう、チャイルドシートでこっち側と向こう側にあるじゃん、でこっち側でやってちょっと身を乗り出して、こっち側はあの子たちは許されなかったよね。ちゃんと反対のドアに行かないとやってくれないんで、こっちとこっちでね、そうそう、こう回り込んで、だからこっちやってギューしてこっち行ってハイタッチして反対行ってハイタッチ、ね、そう忙しい。そうなんですよね。で木之助が最近あの最後にこうで投げキッスで別れるっていう、かっこいい。でも昨日はあのまだウィンクができなくて、うん、メグはなんかこうやってやるんですけど、あ、確かにね、
キヌはなんか両目をまだつぶっちゃう。だからやっぱあれですよね、顔の神経の発達っていうのが、あそうだ、ね、差があるんでしょうね。でも私もそのちゃんとできないよ。アウィンクですか、うん、ちょっとやってみてくださいよ。あ、別に右と左と違いますよね。あれですか、あのバチってこうやるやるからあれじゃないですか、ね、こうこういうのとかどうですか。こう早めのこういう早めのやつがいいね。できる。むずいね。インクちょっと難しいですね、うん、課題にしましょう。ちょっとそう。あ、そう、それでそのあのこの2日間なんですけど、うんうん、まあ、同じようなメンバーが出るんですが、私が最初みーちゃん、うん、とシングルなんですけど、なんか本当はね7日に、はい、いろはとくみハビスカスミが組むっていうのがね、そうですよね、カードであったの、ありましたよね。まあそうだ、あっただっけ、組む、なんかでもそうそうそう、それであの、あそうだ、それであのバギーパンツだとかっていうのがあったんですよね。あったあった。でバギーパンツ買ったらなんかモンペだったみたいな、なんかなんかそういうそこのなんかイチャコラした感じの、そうなんだよ。何急にみーちゃんにありましたよね、なんかそれまで宮崎さんとイチャコラしてたのに、イチャコラしてたのに急に急にみーちゃんが、そうそう、入ってきてイロハを自分のものにしようと、もうだってペアルックの話ですもんね、うん、あれね、そう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 、だからバギーパンツってものをさ、ひろたはわかるでしょ、バギーパンツって言えばのイメージあるじゃん、はいはい、その若手の頃さ、リング屋さんっていうかさ、バイトでやってきた人たちって大体バギーパンツ入ったことない？そうですね、そうですね、そうですね、ちょっと体格のいいクォーターの人は大体バギーパンツを入ってましたね、ウエストポーチだったから。バギーパンツのイメージはそれなんだけど、はいはい、多分今のバギーパンツって違うんだよね。だから本当にバギーパンツスペースボディービルって入れないと出てこない、ちょっと今はじゃあバギーパンツだけどちょっとスタイリッシュみたいな感じになっちゃうんですかね。何のバギーパンツって結局なぜそんな名前なのか分かんないんだけど、あバギーパンツイコールその昔の、うんうん、ああいうなんていうの、ああいうですよね、ゼブラ柄みたいのだったりさ、ああなんか稲妻だったりとか、はい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 、アメリカの国旗みたいのだったりさ、そういうのだったり、ああ、あれですよね、右半分が青に星で、うんうんうん、左半分が、うんうん、あの赤と白の、そうはい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 、ああものすごいそういうイメージですよね、うん、それであのあれだよ、あすごいワイプで、あ本当だ、あそう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 、あまさに、あまさ、まさにそれ、そう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 、それそれ、これ求めてましたね。だけど多分普通に打ったら多分違うんじゃないかな。バギーパンツ、あボディービル、そうボディービルじゃなくて、ほら、あ全然違う、ちょっと、あ全然違いますね。めちゃくちゃおしゃれでしょ。あ本当ですね。だからそうだね。だから戸惑ったんじゃない。バギーパンツなんだみたいな。あこんなの、こんなのよくさきちゃんとか履いて会場入りとかしてますよね。そうそうそう、こんなの履いてなかったっけ。あそれに厚底ブースですよね。そうそうそうローリー寺西か大岡さんかっていうぐらいの厚底ブーツ履いてますもんね。そうそうそう、今やもうその2人しか日本では履いてないと言われている。あそうそう、だからそのなんか バギーパンツ問題があるんですよ。そうなんかそう揃いでやるとか言ってさ、はあ、やんなっちゃう。そうですよね。あれ結局だからあのイロハが買ったバギーパンツはモンペの間違いでミオに行ったんですかね。そう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 、あれはでも新しく買ったみたいなことをツイッターでか探したんだかなんか書いてあったんだよね。そうですか。えもうじゃあ超ラブラブじゃないですか。本当だよ。どういうことよ。本当ですよね。本妻がいながら
話がどんどん進んでる、まあ、そう、まあそんなもんなんですかね、やっぱりこう変わり身というか、まあね、そうね、うん、はあ、じゃあちょっとなんかその辺もなんか雲行きが怪しいですよね、うん、今後どうなることやら。わかりました。あ、そうですね。で、あとは、あ、そうそうそう、だからその8月の6、7の新木場の次にはこの8月の22日の後楽園ホールがあるんですよ。11時45分開始、はい、これ私がね、でここでだから私がなんかレジーナレジーナ言ってますけど、大川さんが20周年なんですよね。20周年で、あ、そうそうそう、あ、いろいろ思い出しましたよ。大川さんがこの前8月1日の大阪大会が、うん、濃厚接触者疑いが、うん、ギリギリ晴れなくて、で、ね、うん、でそれで、まあ、結局PCR 検査も陰性で濃厚接触者でもないっていうことが1日以降に分かったんですよね。でそれで大事を取ってお休みっていうことをしていて、だからそれ欠場後の大会が8月6日、うん、でまあその先には22日の大川さん20周年があるということで、結構大川さんがもう気合い揺れてるということでですね、8月6日お休み明けの試合に出ることでですね、気合のメッセージを視聴者の皆様にということで送られてきましたので、私大川さんの気持ちになって読ませていただきます。鳥川やすうりをご視聴の皆様こんばんは。至って元気な大川由美です。濃厚接触者かもしれないと不安でしたが、保健所から濃厚接触者に葛藤されずと判断され、PCR 検査も陰性だったので、晴れて明日6日の新木場大会から試合に復活します。1日の大阪に行けず、試合できなかったので、かなりのストレスを溜めております。明日はそのストレスを対戦相手にビッグブーツをかまして、ストレス発散させていただきます。明日は会場でお待ちしております。会場に来られない方は、カメティの生配信をご視聴してください。ありがとうございました。という、メッセージを。オーカーだ。代読させていただきました、うん、この間もね、その8月1日に、はい、入場式の時に、はい、大阪のお客さんへの、はい、来れなかったのでっていうことでお詫びとご挨拶っていうことで、うん、お手紙を預かりまして、大岡さんから、まあ、会場で入場式でね、大岡さんの気持ちになって私が代読するということが、そうだからその日にだから野崎も7月のコロナだった復帰戦が8月1日だったり、私も濃厚接触者疑いだったんだけど、私はその2日前に晴れたから、いろいろカードが変わってまた私が復活ってなって、それの挨拶もあるし、大川のあれもあったし、入場式から盛りだくさんだったよね。盛りだくさんでしたね、うん、あ、そうです。その盛りだくさんの様子はカンフェティの配信で今も見れますので、はい、ぜひ見ていただいたら、今の、はい、今の代読もより面白いと思いますので、ね、感情がね分かると思いますので、見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。それでですね、こちら私事と言いますか、自主興行のこと、うん、いいですかね、うんうんうん、自主興行をやらせていただきます。ですね、9月の12日の日曜日、場所は大阪アゼリア、大正アゼリア、違う、どっちがいらない大正が、あ、アゼリア、大阪アゼリア大正ホールで行います。13時会場、13時半開始となりまして、こちらはですね、今決まっているカードがコミカル頂上決戦、菊太郎&食いしん坊仮面対ハイビスカス兄&蘭丸対宮崎ゆき&旧姓広田さくらというコミカル頂上決戦タッグスリーウェイマッチですかね、うん、
を行います。そして、橋本千尋対アスカ、これは完全アマレスルールで、橋本とアスカは今プロレスでは同期なんですよね、うん、同期で、でそれぞれにアマレスをずっとやってきていて、で今回ね、ちょうどオリンピック期間ということで、ちょっとアマレスでブイブイ言わせていた2人にプロレスのリングで完全なアマレスのルールで戦ってもらったら、ちょっとまたこれはいつもと違う面白さがあるんじゃないかなと思って、うんうんうん、でこれってアマレスのルールって知ってます？分かんない、分かんないですよね、分かんない。だからプロレスのルールとも全然違うんですけど、うん、レフリーもちゃんと本当に現役のっていうかね、今のアマレスのルールもどんどん変わってるんですって。なんかそういうどこのポイントとかっていうのがなんか変わってるらしくて、今のそうアマレスの状況のルールが分かる方がちゃんとレフリングをしてくれて、ポイント制で、うん、ワンツースリーとかじゃなくて、もう本当にルールもアマレス、ルールもっていうかルールがアマレスなの で3分2ラウンドなんですってね。うん、でポイント制でこうだからなんか1ポイント、ね、2ポイントみたいな、なんかバスケとかあれのやつがあればいいね。そういうのとかがあったり、アゼリア対象アゼリア、はい、なんか問い合わせたらそれはないですって言われて、あ、ないんだだからまあその台も特典版も私が作ることになるんですかね見やすいやつ、ありがとうございます、嬉しい。ワイプで抜いてくれてる、おお。25周年くらいだな。あ、そうです ね, ね、やっぱちょっと正確にはそうなんですよ。アゼリア対象アゼリア、あ、やっぱりそうなんだ。いや、これ多分、うん、自分が2回言ったことをガミさんが忠実に文字に起こしてああやってやってくれたと思うんですよねありがとうございます本当に。そうなんですよ、それでアマレスルールで、でアマレスルールってコスチュームが赤と青、うんじゃないですか、うんうんうん、対戦相手。だからそれも普通のどうせアマレスルールだったら普通のコスチュームでやっても分かりにくいし面白くないので、ちょっとアマレスのスタイルに近い。でも橋本はアマレスみたいなあれじゃん。あ、そうですよね、まあ、なんか形がね、はい、はい、だからちょっとそのそれもアマレスに沿った、まあ、コスチュームというか水着っていうんですかね、作るの？そういうのもでも作ってたらすごい不安じゃないですか、着る方絶対嫌ですよね縮れるんじゃないかとか、またから破れんじゃないかとかありますよね、うん、だからまあすごい使うんだよ、すると思うですよね、ちゃんとしたやつだから、それをちゃんとしたやつなんかしないとなと思って検討中です。それで最後、今発表してる最後が、サクパラダイスプレゼンツ旧姓ひろたレジナさくら&さき、これ2人ともねパラダイス軍ですので、対ザップのハンディキャップマッチですね。このザップ、そのサクパラダイスっていうのはコンセプトは私たちの戦いとかを通して全ての人の心にパラダイスの心を灯すっていうのがこうコンセプトで、世界平和につながるっていう活動をしているんですね。だから私たちパラダイス軍がパラダイスの心を持っていなさそうな人と対戦して、最後その対戦相手にパラダイスを持ってくれるっていう初めて意味のあるカードがやっと組めました。そっか、はい、だから私あんまりサクパラダイス軍と当たんないのかなオーカーとか当たったりするの。あ、そうですね、オーカーさんはちょっとはい、非パラダイスな心があります。そうですね、だからオーカーさんも一回浄化させてあげないといけないと思うんですけれども。そうだね、はい、それでちょっとザップをパラダイスにさせてあげようかなと思って、うん、そうだ、いいね、はい、ここをねパラダイスにできたら本当にちょっとプロレス界からパラダイスの力が溢れ出て、世界平和に今必要なんじゃないかと思いまして、うん、パラダイスの力が、うん、でこれを対戦してパラダイスの心をザップに、そんな感じの
大阪大会になっております、はい、それで今日もう発表していいよってなったんですけど、東京でも自主興行をやらせていくこといただくことになりました。イエイイエイ。日にちはですね、10月10日の日曜日、こちらはまあお昼の時間帯だと思います。でまあ会場は東京でやりますっていうぐらいなんですけどなのでね、ちょっとスケジュールを開けといていただければと思います。今日やろうとなもだだもんね。だって大阪東京でね。あ、そうですそうです。in 大阪 in 東京ってちょっと絶対今年は2回やろうと思っていて、やっとできますね。これなんで今年にこだわってるかっていうと、まあ本当に25周年くらいが今年っていうのもあるんですけど、昨年25周年をやるって言っていた加藤園子さん、長島さん、里村さんのは本当に私の直属の1個上の先輩が去年25周年だったんですけど、2個じゃないの？あ、1個なんですよ。1個なんだ。ね、年数で言うと1年なんですよ。で、それで、やっぱ去年だとコロナの影響で、その先輩たちのやつが全部流れて、全員今年にやってるんですよ。今年に25周年記念興行をやってるんですよ。で、私も今年25周年記念興行やるんで、悪くない悪くない。もう何も悪くない。もう今年からじゃ同期扱いでいいんじゃないかって私勝手に思ってるんですけどそうだね。そうなんですよ。もう今年からもういいじゃん、同期でいいですよねみたいな感じで考えているので、だって同じ年にやったじゃんでいい。そうです、うん、もうじゃあ今年からって。あとはひろたの勇気で、うん、そうですね私とも同期になるってことだあとは勇気。めちゃ怖いめちゃ怖い。そうですねじゃあいきなり自分がタメ口で宮崎さんとかに話し始めたら、あ、その勇気を持ったんだなっていうふうに思って、私はいい、私は全然大丈夫でもやっぱりね、直の先輩が一番怖いでしょ。そうです、ね、だからガイアの直の先輩に対してそうそうですね、ちょっとあだ名で呼んじゃったりとかハードル高い急にね敬語じゃなくなったりとかしちゃって、なんかまず返事から書いてみたら、はいじゃあ、うんうんはいはい、うんうんうん、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつですね。そこからまず始めてみて、ただどんどん運を多くしてご期待ください。10月とかやりますので、はい、楽しいですね。ちょっとこれからいろいろあると思うと。うん、じゃあそろそろあれですかね、質問とか、あ、本当だ、コメントとか一度読ませていただきますか。はい、いきなりガミさん、あ、ガミさん、ガミさん、見てるからなアーカイブ残せるようにね気をつけてます。あ、ワイシャツは男のロマンらしいです。うん、夜行は人妻。まあそうな、だからなんか、まあカテゴライズしたらね、でもそのワイシャツを着るっていうことはですよ、分かった、うん、人妻じゃないんですね。そうなんですよね、彼女とか、ね、そうですそうですよね、突然泊まりに来た彼女とか、はい、そうなんですよ、ね、だから人妻がワイシャツを着るっていうのはもうそれはもうそういうプレイっていう時しかないと思うんですねだからまあ逆、あえて言うとそこを狙ってるってことですかね、うんうんうん、人妻がワイシャツを着る担当は、それに萌えってなる担当は夜行を見てくださいっていう、その、うん、そういうことなんでしょうね、やっぱり夜行の役割っていうのはそういうところなんです、ね、だから彼氏の家に泊まりに来た彼女設定は野崎と、うん、咲とあやめちゃんで燃えて、野崎も咲ちゃんもあんな強気な女は男の着る？もうマッパですよ、すぐ着ないっすよ、ワイシャツとか。いらいら。あやめちゃんはね、なんか着そう。ああ、着そうですね。うん、大きいとかって言ってね、うん、じゃあこんなブカブカとかなりそうですね。そうそう。ああ、
ワイシャツのポケットにパンダ入れちゃったり。いいですね。広がりますね、やっぱり。うん、たけしさん、おめでとうございます。ありがとうございます。お二人ともすでに塚田選手と対戦したわけですが、感想を聞かせてください。私が最初に塚田とシングルやったんですよね、うん、7月の24日の新木場で第1位、うん、にやっ、だからうっかりさ、私と大岡が濃厚接触者に認定されたら2で終わってたね。そうですね。相手挟んで3、4ってなるの。ちゃんとできてよかった。よかったですね、うん、どうでした？まあそうだね、なんかまあでも若手だから、宮崎さん大阪でやったじゃないですか、うん、大阪って入場ゲートがあって、そこがドンチョウみたいな黒幕で仕切られてるんですけど、何枚か重なってるので、その隙間をこうやってやれば後ろでスタンバイしてる人たちはそのリングが見えるんですね、うん、で宮崎さんがやってる時でちょっと後ろでこうやって見てたんですよ。そしたら木之助みたいに出ちゃったみたいな見てたんですけど、うん、ちょっとだけだったんですけど、うん、もうなんか本当にもやしが動いてるみたいな感じ、なんかもやしみたいでしたよ、塚田。なんか本当にいや、エルボーは良くなった、当たりは良くなったと思うけど、別にその私がじゃあやられてグッて耐えれるから、勢いで一歩下がることもなく、ドロップキックももちろん、うん、まだまだ、うん、まだまだだけど、まあでもそのさ、全然できない時から知ってるから、その頃よりは、うん、まあいいエルボーも、あれいつデビューだったっけ、6月ぐらい、4月じゃなかったでしたっけ、4月ツイッター5、6、あ、そっか、じゃなかったでしたっけ、5、6、7、まあでもほら4ヶ月だからあんなもんじゃない。そうですよね、だってリング練習始めたのが3月1日とかからでしたよね。え、そうだっけ、1ヶ月だったと思います。そうなんだ、はい、それを考えると、うん、掴むセンスはありますよね、うん、私はそのだから7月に対戦したんですけど、私ももっとできないのかと思いました。あー、うん、あともうちょっと心が折れるかと思ってた、はい、けど、うん、だから本当に塚田ってそのやっぱ本当練習期間がすごい短くって、デビューしてから試合でいっぱい試合させて、そこでも成長させるっていう、そのだからスタートラインがダメダメですっていうのでデビューさせたじゃないですか、うん、でだから本当にその通り、やっぱウェーブも、ね、月に2、3試合あるかないか、うん、で自分とこのリングもないし、だから出稽古にめちゃくちゃ行っていて、その時は行ける時はマーベラスさんにも行ったし、アイスリモンさんにもお世話になってるし、ね、本当いろんなリングがあるところアクトレスさんにも行かせてもらってるし、だから言ったら別に私たちあんま教えないですよ、うん、本当だからみんなが教えてくれてて、だから本当に成長させてもらったなっていう感じは受けましたね、うん、でもねちょっと口が汚いところが、リアルなのじゃなくて言葉の方ですね、言葉が汚いというかね、なんか巻き舌になって、うん、ちょっと怖い感じの口調になってしまうのが、ね、それも個性なんですかね、なんかそうだね、だってうれって感じで、なんかあの体に合わない言葉とか、ね、本当にもやしみたいなのになんかね、うん、それもねギャップ萌えなんですかね、
まあ野崎の時も出るんですかね。6日も7日も出るんでしょうね。そこ本当にあのプロレスってね、人柄が出ますからね、戦いには、ね、面白いですよ本当に、うん、だからあと2試合ですね、うん、じゃあ次、はい、ゴリアさんからありがとうございますありがとうございます。バギーパンツのバギーはダブダブしたブカブカしたって意味みたいへらしいです。ありがとうございます。そうなんです。へブカブカしたパンツってことですか、ね、うん、確かにね、そうだよね、あのサルエルパンツみたいな、またそれ違うけど、なんかそういうような感じなのね。そうですね、あ、まあそう言われるとそうですね。足首の方だけキュッとなってますよね。うん、あれゴムが入って、私も知ってるけど履いたことはないから、ゴム入ってんのかな、入ってたり入ってなかったりするやつ、いろいろあるんだろうね。そうですね。じゃあ次、はい、イノシンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。夏といえばワイシャツですが、たくみくんにバギーパンツではなくワイシャツを着させないのですか。ああ、いや、だから、まあ、突然着させてもあれだから、やっぱこういう試合の時じゃないとね。そうですね、着させたかったけどね、キリッとしちゃうよね人で違う感じだなんかあの、学級委員みたいな学生がそうだ、ね、学生のシャツみたいな感じになっちゃうね。ダボダボ、ね、なんかちょっとそういう、だからあやめちゃんとかが着るコンセプトとはちょっと違う感じの風景になりますよね、うん、きっと、うん、まあ悪くないですね。悪くはないですけどね。キャーってなるよね。はい。それもうたまらん人たちが。そうだ。だからね、今回出れなくなったからちょっと残念ですけど、次に行きたいですかね。そうだから、あのもし今寮でさ、はい、あれしてるじゃん、出れないけど出れるんだったら見に行きたかったですとか言って、はい、みーちゃんに書いてんの。また話が戻っちゃった。あ、もうお子ですよ。おりゃどうする、まだ行く。あ、そうですね、せっかくですので、またまたゴリアさん、ありがとうございます。お世話になっています。暑い日が続き、このご時世日が滅入りがちです。そんな時こそウェーブのプロレスが大事です。ところで、しんどい時やテンション低い時に気持ちを上げる音楽があったら教えていただきたいです。あ、もうだってひろたあれなんじゃないですか。もう私はね、あのグレイティストショーなんですよ。もうこれに限りますよ。あれさ、あの今テーマ曲の最初につけてるじゃん、はい、あれ何回やってもやっぱりおおおどんどんのところのタイミングで合わないんですよ ね、 あれは本当に独特のタイミングなんですよね、うん、むずい。あれは自分も会ったことがないです、ね、いや私よりももう何倍も見てるのに、見て聞いてるのに。ああ、でもそれはもちろんなんですけど、あの今やっぱり今の夏の時期、うん、やっぱ山下達郎ってよくないですか。山下達郎とサザン、あ、サザンは分かる。山下達郎はもう分かんないな。サマーウォーズとかのあの曲とか、うん、もうブワーってなりません。それは山下達郎じゃないじゃんけ。あれ井上陽水、あれ何でしたっけ。分かんない、私、ね、分かんない。山下達郎じゃないですか。でこの間テレビでやってたの見たんだけど、なんか曲は流れてなかったみたいな。山下達郎だったと思うんですよね。なんだろうな、夏か。ラジオで、運転中にラジオで上がるわーってなるの、やっぱり山下達郎とサザンですかね。うん、まあサザンは聞くね。やっぱ昔はね、私ね、あのジャパレゲが好きだったから、ジャパニーズレゲ、あのまあ女性なんだけど、なんかよく聞くな。
メントが大岡さん怒ってるよヒロタつって代読したったんだろう気持ちになって岡田の気持ちになってすぐ怒る。じゃあ ま,、はい、まだいける？あまだギリギリまでいきますか？あともうだと終わっちゃうよ。ですか？でも大丈夫じゃないですか？あと5分ぐらいあるんで。ゆかさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。宮崎さん、ひろとさん、こんばんは。こんばんは。宮崎さんに質問です。恥ずかしがためやビッグヒップを使うきっかけ、裏話などあれば教えてください。なあ。あ違う、まず恥ずかしがためっていう技はまあ昔福岡ひかりさんとかがたまに使ってて形はちょっと違ってたんですけど使ってて足の書き方が違ったのかなで使ってて、でもその使うきっかけになったのは私とタニーマウスもう引退したタニーマウスが、その頃アイドルの子と試合するっていうのがあって、ホリプロの西田夏とホリプロエージェンシーの串真里奈元チェキッコの串真里奈っていうのと試合する時にやっぱりプロレスバンって投げつけるの危ないから何かギブアップ技でって言っても締めるのも危ないからあれって恥ずかしがためって女性男性はやると結構硬いから痛いらしいんですけど女性って結構柔らかいからただ恥ずかしいだけみたいなのでアイドルの子たちにあれで最後仕留めようっていうのから使い始めましたね。だからその頃の名前は花一輪だったんだけどそれをもっと分かりやすくするために恥ずかしがためってつけたんですね。すごいネーミング。あともう一個実はあったんだけどグラビアがためっていう技もあったの。もうこうやってなんかこんなあったんだけどいまいちだねってやめて。そうそうそういろいろ研ぎ澄まされてるんですね。そう、それでどっちかで言えば私がやる方で一緒にもやったりもするんだけど基本足がやる方でタニーがピープルズタニーバットってやる方だったかな、うん、でもマシンガンズで組んでる時は両方一緒にやったりしてたけどみたいな。ビッグヒップはねなんかどっかで 見たやつを練習してやってみたんだよね。このぴったしの技ですね。そうもったいないじゃんこのお尻何か使えないかなと思って。うん、あんまりこれは裏話じゃないですね。実は昔も一瞬やったんだけどなんかそんなにお客さんがそんな関係ねえわと思ってたほどっていうで一旦やめたんですよ。その時何試合かポンポンで使ってみたんだけどそれがやっぱりその時はウェーブじゃないか団体で使っててたまたまねやっぱウェーブでやった方のがなんかもうお客さんもこうすごく注目されるようになったかな。なんかいろんなタイミングと場所とかが合致したんでしょうかね、うんうん、誰にやったんだろうね最初忘れちゃったな。長島にやるとさすっごいパチパチ音がするあいつガメ平らだからすっごい行くんじゃない。もっと凹凸があったらこのさなんかまた違うんだろうけどさ、はまっちゃったりとかするんですかね。長島一番落とすけど平らな画面にめちゃくちゃなあれですねいい裏話を聞けましただからあれ長島達成こうタックでどっちかやるだったら長島にやりたいなって思ってますいつか映える顔面みたいな私の技がもう2分前ですねあと なんか皆さんいい話聞けましたね今日はい。じゃあ最後に、明日明後日の試合、おさらいします。8月6日金曜日は、18時半会場の開始が19時になります。新木場ファーストリング、翌日7日土曜日は会場が18時になります。開始は18時半。同じく新木場ファーストリングで2日間連続。そして8月22日はついに後楽園ホールで、まだカードは発表されてないですけどもいろいろめちゃくちゃすごい気合入った大会になりますので皆さんぜひご期待ください。どうぞ期待野崎と広田のレジーナ、はい、は決定しております、はい。
で、まあ、それぞれにこれからまた追ってリリースとかしていきますのでツイッターとホームページと見てください。はい、それではこんな感じでアーカイブも問題ないですかね。うん、あのガミさんがツイッターに飽きたらずあの LINE でサマーモーズの主題歌僕らの夏の夢山下達郎って言いました。合ってました、合ってました、合ってました、ありがとうございました、はいはい、それでは、2人でお届けしていきました、来週もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。